今月アメリカ・サンフランシスコで行われた世界最大級のビジネスコンテスト。The Kyushu Japan winner. Please help me in welcoming to the stage Staple Bio. その大舞台に熊本の企業が登壇しました。Now we are challenged to treat rare cancer and haplo insufficiently.これ DNA。 DNA がちょっと伸びたようなやつがこれです。熊本大学工学部の勝田陽介准教授、3年前大学に勤めながら創薬ベンチャーのステープルバイオを設立しました。取り組むのは世界初の技術、ステープル核酸を利用した次世代の医薬品です。ステープルとはホチキスの芯という意味。ステープル核酸は狙った遺伝子上の2点をホチキスで止めるようにして近づけ、特殊な構造を作ります。この部分が病気の原因となるタンパク質の量を調整し、薬の役割を果たすということです。勝田さんはこの技術を使って、患者の数が少ない希少疾患の治療薬の開発を目指しています。やっぱりその1秒でも早く作るっていうのはとっても大事ですし、その薬を作ろうとしている会社があるっていうことを知っていただくことで、1秒でも長く生きたいって思う患者さんが増えるとすごくいいなと思いながらやってます。研究室に所属する学生の中には、家族のために研究を続ける人も。修士1年の松本あゆさんです。松本さんの祖父は現在の医療では治せない心臓の病気を患っています。病気になってしまって苦しんでるような状況とかも間近に見てたので、薬を作るようになればそういった病気も治せるようになるっていうので、おじいちゃんを救いたいっていう気持ちは結構大きいと。治療法や薬がないことも多いという希少疾患。2,3 年以内の臨床実験を目指し、ステープル核酸を使った医薬品作りの研究が続いています。このステープル核酸の技術で、ステープルバイオは今年8月、ステープルバイオ様です。コングラチュレーションズ。世界最大級のビジネスコンテストの九州予選で見事優勝。およそ100の国と地域で予選が行われた中、世界大会への切符を手にしました。今月初旬、勝田さんはアメリカのサンフランシスコへ。予選を勝ち抜いた84社が準決勝に挑みました。We have already succeeded in animal trials for several diseases that currently have no medicine. So I hope the day when the medicine we have developed will appear in hospital is likely not so far. 残念ながらステープルバイオは決勝に進むことはできませんでしたが、各国のトップレベルの企業と触れ、勝田さんは研究の意欲を高めていました。もっと希少疾患の人たちに、患者さんたちに伝えれてなっていう思いはあるんですけど、やっぱり一刻も早く薬を作って世の中に出したいなっていう、アウトプットに対する欲求というか、そういうものがますます高まったのかなっていうふうに思ってます。自分たちが開発する薬で誰かの命を救うために、ステープルバイオの挑戦は続きます。